はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィジです。プロ野球スピリッツ2015の高橋由伸でのプレー続きをやっていきたいと思います。今回からはですね、中日との2連戦ですね、お届けしていきたいと思います。早速始めていきたいと思いますが、その前に、休養日だった今日の試合ですね、ベイスターズとヤクルト、ファイターズとライオンズがそれぞれ勝っているというところですね。さあ、敵地名古屋ドームに乗り込んで、山井菅野の投げ合いのゲームです。今日の先発マスクは小林で、4番ファースト阿部というオーダーになってます。名古屋ドームからお伝えしてまいります。さあ、敵地名古屋ドームですので、まずは1回の表、ジャイアンツの攻撃からです。打席には3番バッター高橋、高橋を仕留め、前回のゲームでマルチアンダーを記録しています。2アウトランナーありません。まずはヒット1本、チェンジアップですかね、今のボールは。2アウトランナー1塁、バッターは4番阿部、ヒットでランナーを1塁に置いています。1打席目でヒットを打っておくとすごく気持ちが楽ですね。そしてこれは3塁まで行けますね。ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう、これ阿部2塁まで行けないんだ。2アウトランナー3塁1塁、さあドラゴンズ先制のピンチです。やはり先取点を取られると相手に主導権がいきますから、ここはしのいでおきたいですね。なるほど、そうですね。まあ、そしてこのバッターは逆方向にも打球が伸びてくるので配球には注意が必要ですね。さあ、バッターのボール2ストライク、今シーズン得点圏での打率は、ただここは山井の勝ちですね。ピンチをしのぎました。ご覧いただきましょう、先に点を取られそうな場面でしたが、ストレートかな。1回の表のチャンスを不意にしてしまったジャイアンツですが、菅野の立ち上がりがどうかというところ。荒木が打席に入ります。前回のゲームではマルチアンダーを記録しています。さあ、ジャイアンツはエースが登板ということになります。これは無難にさばきましたね。さあ、両者0対0均衡を保ったまま3回の表、高橋由伸の打順が回ってきます。バッターは3番高橋、なし。前の打席はフォークをうまく打たれましたから、今度はその使い方が考えられないですね。フォークだ。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。1球目はストレートから、山井2球目は2球目もストレートですね。140キロ、今で3球続けてストレートです。うわー、これはフォークボールにタイミング合わず。スライダーですね。これでフルカウント。さあ、変化球かまっすぐ系か、なんで来るんだ、全然予想がつかない、どうしよう。あー、これはボール球ですね。外れてフォアボール、ストレートが外れました。で、4番阿部、バーストの横抜けました。これは3塁まではちょっといけないかな。セカンド回って3塁に向かう、これでマルチヒット、ワンアウトランナー2塁1塁。そして長野、さあ、そして打席には1回の表のチャンスでは空振り三振でしたけどね。強いバッターに回ってしまいましたね。さあ、今日の足も速いからな、ゲットを取るのもなかなか難しいところもありますけど、これはどうだ、終わった、飛び出しちゃったな。二塁転送はアウト、ダブルプレー。先制のチャンスがあったジャイアンツですが、そのチャンスを生かす。ジャイアンツの方ね、ヒットは打ってるんですけどね、得点に結びつかない。打順は3番高橋、前の打席ではフォアボールを選んでいます。
2アウトになっています。今日の先発ピッチャーはドラゴンズが山井、そしてジャイアンツが菅野、この2人の投げ合いとなっています。先制のホームランが欲しい。インコース決まりました。これが3球目。低めは外れました。このスラーブ外れて2ボール1ストライク。これはどうだ。一塁塁これまたフォークだと思いますけど。これで2試合連続のマルチヒット。2アウトランナー1塁。ここはうまく引っ張られてしまいました。挟んでますね、きっとね。挟んでされましたね。バッターボックスは4番阿部。そして阿部を迎えるという場面。ヒットを打たれるようなことは許されませんね。そうですね。そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。ファウルになります。これキャッチャー今日誰なんだ。谷繁かな。あっと強い当たり弾いた。ボールを拾って一塁アウト。スリーアウトです。なかなか点に結びつかないですね。そうですね。ドラゴンズの今日は選手兼任監督の谷繁がマスクを被ってますね。打席には3番バッター高橋。まあ、ここはさっき打たれたフォークの使い方には注意したいですね。今日ここまでフォークを2回ライト前まで運んでますけど。初球ボール0対0のまま試合の方は7回の表2アウトランナーなし。これは内へ外れます。ここまで2球変化球が外れる。2ボールで山井の第3球目。何が来る。いったーしと高く上がった。ぐんぐん入ったホームラン。これはいった。これ失投のストレートだと思います。ストライクを取りに行ったところ、弾き返された打球はスタンド深くまで運ばれてしまいました。ドラゴンズ先制を許します。完璧な当たりでしたね。いやーこれは失投でしたね。そうですね。完璧な失投。小宮山さん、現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんがどうでしょうか。まあそろそろ疲れも出てくる頃ですかね。ストレートですね。ただまだ続投ですから、ここは踏ん張ってほしい。おお、ただ由伸のホームランの後ノーアウトランナー三塁一塁のピンチを迎えてますね。菅野がバッターボックスには平田が入っています。いいところで回ってきましたね。さあバッターは平田。同点のチャンス。いい当たり。じゃあサードランナーがホームに帰ってきました。あっさり同点に追いつかれた。ドラゴンズ、いやー西さん勝負強いですよね。こういうバッティングができるところ、さらに森野が続くのか、ね、ノーアウトランナー見出しに戻っています。インサイド打った。セカンド抜けた。セカンドランナー帰れば勝ち越し。ライト前ヒット。ノーアウト満塁。これはなんだ、ストレートかな。引っ張りましたね。ジャイアンツの方はピッチャーが変わってますね。さあチャンスが続き満塁の場面。まあここで勝ち越しておける。変化球打った。一塁間抜けた。サードランナーホームイン。ドラゴンズこの場面で見事な。これはまだノーアウトですからね。3点取られたか。ただ1点返して、点差は1点差。接戦の中でホームランを浴びています。先ほど捉えられたボールは、はい、そして岩瀬ですね。多分今回岩瀬と初めて対戦するんじゃないかな。岩瀬はストレートスライダ ー、昔のキレはないんですね。岩瀬といえばもうスライダーのキレがね半端ないっていうイメージがあったんですけど。さあ逆転のホームランになる か、 何で来るか。まずはナックルから入ってきました。さあ2球目は何か。そしてストレートボール先行です。内へ持ってきましたが外れました。これはストレートが入りません。スリーボールになりましたね。完全なボール球。ランナーを出しました。これは勝負を避けられた感じだな。バッターボックス阿部。ドラゴンズこの回1点を返されています。さあリードを1点まで迫られ、なおも一打同点という局面。ここはゲッツーを取るような岩瀬対阿部の対決は、そうですね、ここまでストライク先行。これは右に切れてファウル。小宮山さん、ゲッツーを狙うにはどういった配球になりますか。ファーストベンちゃんの影に隠れてますね。吉野のようなボールが外の球打った。これゲッツーかなー。取った。一塁アウト。
ツーアウトランナー、これ今いいスタート切ったんじゃないですか、吉野君。さあそしてバッターボックスには長野が入っています。嫌なバッターが続きますから気が抜けませんね。これワンヒットでホームまで帰りたいと思います、吉野君。もしね、ヒット性の当たりが出たら、またも力んでいる可能性はありますから、冷静に投球する。しっかり捉えた、左に切れてファウル。ただ追い込まれたか、大丈夫か長野。左中間へ持っていった。さあいい当たりになった、ワンバウンドヒットになった。サードランナーがホームに帰ってきました。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。これ逆転ですね。ジャイアンツ警戒はしていた相手なんですね。わ、ただ同点になってる。勝ちきれないなジャイアンツは。今日は守備で交代してそのまま出場している。さあノーアウトランナー一塁、ドラゴンズ土壇場で同点。レフトへ、これいい当たりだけど大丈夫か、大丈夫か。あー亀いないスケッチ。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスには代打の、ただ依然ピンチが続きますね。最高の場面になりましたね。もう集中するしかないですよ。インサイドのボールが持っていった。これはただセンター長野が取るね。よしよしよし、2アウト、2アウトランナー1塁と変わります。打順はそしてここで荒木を迎えますね。9回の裏4対4、2アウトランナー1塁。ショート取った、これは坂本がセカンドにそのまま入って3アウト。2アウトランナー1塁ですね。この回しのいで吉野部の打順もう1打席回してほしい。バッターボックスは5番平田。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ファーストランナーは和田ですね。ベンチャー低めのボール打っていった。この打球はフライになっています。セカンドフライ掴んで3アウト。そしてそして高橋由伸に打順が回ってきました。ピッチャーは岡田。ちょっとデータ確認させてください。ストレート146キロ、スライダー、フォーク、ドロップカーブもありますね。どのボールを待つか。うわー失投が来たんだけどなー。二塁へ送球、二塁アウト、アウト、ゲッツー。うわー今の失投仕留められなかった、打ち損じたな。完全な打ち損じですね。ああいう打ち損じを確実に仕留めていかないと、やっぱこの強いだと成績が残せないですね。見逃して三振になります。ワンアウトです。今日は守備で交代してそのまま出場している松井。先ほどの打席は、これデッドボールだということになります。バッターボックスには代打のナニータ。さあリサ、何いた、サヨナラに持っていきたいですね。何いたなんていたかな。ドラゴンチャンスですからね、ここで決めたいですよね。新外国人だ、何いた、取れない、何いたにサヨナラを許した。これ守備がまずかったとは思いたくない。これ以上ない結果を出しました。打ったバッターはもみくちゃ。ちょっと言葉が出ませんけど、何だよ、ごめんなさい、ちょっと今飛ばしちゃいましたけど、新外国人ですね。やっぱり今ニューって左上についてましたからね。そしてカープとのゲーム差がいよいよ 2.5 ゲーム差に縮まった。しっかり勝っていきたいですけどね。ちょっとここでアシスタントさん呼んで、たこ焼き食って疲労回復して、アロマさんも呼んでテンション上げておきましょう。あとはやっぱりこのフードコーディネーターさんね、この子好きです、かわいい。さあ宇都宮と大野の投げ合い、ここはきっちりと勝ちたい。ストレート、スライダー、フォーク、
前の試合では、山井が投げた失投をきっちりとね、ホームランにすることできたんですけど、その後、甘い球何球か来てたね、勝負どころで、結果残せなかったんでね、この試合で、取り返していきたいと思います。最後の何板のあたりはね、もうちょっとで取れそうだったんですけどね、自分的には一直線に、ボール取りに行ったつもりだったんですけど、どうなんでしょう。見てる皆さんによっては、名古屋ボールでます。たヘボプレーしてるわと思われそしててし日まう本かもし1れ点。ないんですけど。さあ、まずは1回の裏、ワンアウトランナー1塁で高橋由伸。盗さあ、そして高橋。ここ塁がで出てホーまムすランがね。出ると通算350号ホームラン。走ってこきれ、打た。ちたかったキャッチャー2な。塁送球する。セーフ、盗塁成功。この場面で盗塁を決められてしまい今まし日は谷た。繁じゃないそうですね、ですね、まず走ってかぶっくるてと球か。は分かってたんですけどね、ファウルになります。マス外へクをのスかライぶってダー、るのはここは谷見極繁ではめてないかまっす。たものの、低め見ました、ツーボールボール、でツーす。ストライクになって、うわー、これはスライダこのー入っピンてる。チ、見事三振を。ただ後続、阿部が打ってくれたんですかね、1点先制。西さん、そして内海の立ち上バッがり、ターは荒木を迎荒えます。木。今シーズンここまでホームランは1本。先頭バッターとしての仕事をしたいところ、インサイド捉えました。井端が吉郎さん一塁そのまま入ってアウト。井端はもう三遊間、三塁二塁ショートのイメージありますけど、やっぱ一塁も守れるんですよね。実際ね、リアルプロ野球のでも一塁守ったりしてバッまターすけボッど、クジスャにイはアンツ3番高橋。ね。フォアユーボティールのテラィンープレナーイがヤー出でていすよます。ね。初球は打ち、できれば低めを打たせてゴロにしたいですね。なるほど、そうですわあ、こか。のフォークも入ってんのここはゲッか。ツーを取るようなピッチングが理想ですね。うこれわあ、はバ三ット球で三振。三振です。完全に頭にないボールで仕これ留でられ少まししたね。楽にはなりましたよね。ただね、勝負強いバッターを迎えてますから、バッテリーも十分に警戒したさあ、方がいいワンでしアウょうトランね。ナー一塁そうでですね、由伸さあが、気をつけていきたい。高橋が打ストレート席に入っています。144キロ、バッターボックス空振りのです。高橋、今シーズンの得点圏打率は4割1分7厘となっています。いや、素晴らしい数字ですこれでね。スリーさボールすワンがストライクリクにーンアッなっプを任て、される選手ですね。これこのボールを打った、この当はたりはタッチどうアップか。になるか。セカンドランナータッチアップ。ああ、三塁タッチはセーフ、ダ進ブル塁プレーはだなりというまのがせん。やっとですね。さあ、由伸、ここまでいいところなく、第4打3席番目、バッター高橋。岡田に今日はスイッまチしだ当てまたりがあすね。りません。まずはワンアウトを取っています。まずはさストレーて、トバッから。ターの高橋、どういったタイプのバッターでしょうか。ミートがうまい2上に球大続きいのけも打っててきまスすトレーから、トですもう打席ね。に立ってほしくないバッターですね。なるほど、そうですそしか。てここまで3球連続ストレートで全部ボール、際どいところに投げてきてます。打ちました。これはは抜けろ、抜けてくれ。一塁送球、ガこれで4試合連続よし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 ワンアウトランナー一塁です。さあ、これよく走っこれがた先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。うわ、よく走った、本当に。さあ、最後のバッターになりますか。6番打席には6番バッター森野。先ほどの打席は一ライト発あるへヒッからトを放な、っていでも森ます。野は。ツーアウトになっています。この試合の行方を任されました。まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。これはファースト中井が抑えこれてスリーアウト、ゲームセットで試合終了になりました。1点差の僅差のゲームを取りましたね。ドラゴンズ痛い敗戦由伸はとなヒット1ってしま本いましね、た。なんとか西さん、結局最後まで投打が噛み合わない内野まま安打でゲーしたけどね。2.5 ゲーム差のまま。
はい、というわけで今回は中日との2連戦をお届けさせていただきました。次回はですね、ヤクルトとの2連戦をお届けしていきたいと思います。そちらの方もぜひぜひお楽しみにしていただければと思います。今回はここまで。